さあ今日はバレンタイン特別企画ということで、世界一まずい飴をチョコレートコーティングしたものを作ってきたんですが、これを後輩に食べさせたらどんな反応をしてくれるか、ドッキリを仕掛けたいと思います。まあ正直にまずいとかしっかりコメントしてくれるのか、はたまた美味しいですと無理やり言ってくれるのか、ちょっと本性暴きたいと思います。早速行ってきます。お願いし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 ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また撮影もちょっと後なんですけど、はい、企画がホミヤコンビンゴっていう形で、なんかまあビンゴゲームをしながら、なんか相方の褒めポイントを記入して何が書かれてるかをちょっと当てるみたいな、はい、だからドンジさんやったら私のことこんな感じで褒めてくれてるやろみたいなのをなんか当てていって、でそれがまあビンゴしたら、まあ、とりあえず成功みたいな、はい、ちょっとだけ考えておいてもらったら大丈夫なんで、はい、はい、分かりました。お互い伝えないだけ教えてもらって、はい、すいません、お願いします。褒めポイントな、今日じゃ足りひんか。タイロさんのってこと？そうですよ。あ、石が書く分のタイロさん。そうそうそう。そうるさ。そうやろ。かわいいな。ちょ、いつもこれ。ビール。ほら。ちょ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとさ、バレンタイン作ってんやん。すごい。マジ確認やねんけど。嘘やん。ちょっと味見してもらってもいい？いいんですか？したいんですよ。バリお茶目じゃないですか。いや、めっちゃしっかり時間かけてるからこれ。あ、全然いいです。座って。ありがとうございます。こっちがめっちゃ、こっちがココナッツパウダーかかってて、はい、こっちココア、どっちでもいい。すごい。ちょっと形あれやけど、バーって切ってるんで。いいですか？うわ、いただきます。じゃあこれもらいます。いただきます。ココナッツいける人？はい、いけます。チョコですか？なんかグミみたいなキャンディーの上にちょっとチョココーティングみたいな。これ誰かにあげるんですか？うん、スキピ。いや、まあこれは普通に劇場の先輩とか。うん、美味しいです。でも、うん、なんか歯ない人やったら歯折れそう。確かにちょっと硬いよな。美味しいです。でもほんま結構いける。はい、好きな味。味は美味しいです。おお、美味しいです。え、全然兄さんとかにあげても大丈夫？大丈夫です。はい、ほんま、まあ、嬉しい、ありがとう。美味しいです。美味しいです。いっぱい作ろう。ありがとうございます。賞味、賞味さ、ほんまに美味しい。え、別に食べれる。マジバリバリ。食べるのは全然食べるの。でも、めっちゃ硬い。マジで？はい。ちょっと待って、うん、バリまずない。チョコレート味みたいな、なんかチョコレート味じゃない気がする。バリまずいねんけど。今、美味しい、美味しくないかって言われたら、うん、まずいけど。まずい。食べれる人は食べれる味。やばいやん。けど、でも、硬いかまずいかって言ったら硬い。硬いかまずいかで言ったら硬い。いや、だからどっちの方が印象に残るかって言ったら硬い。え、からうっそ。あ、そうなんだ。マジ？めっちゃこと食べれる？え、食べたらいいの？舌してもうた。いや、出すよね。うん、出すほどではないけど、なんか食べたいと思います。なんていうの？食べれるけどって感じだ。何味で作ったよ。それだけ気になる。ちょっと聞いて、何味でしたか？うん、ドッキリ大成功。あれ？いや、そう、今ちょっとどうですか、このゲテモングミのチョコ。最初食べた時どうやった？え、でも硬いが勝ちましたね、最初。味より？そう。その後はそんなわけない。最初食べなかったんですよ。うん、マジで硬い。え、普通にさ、最初なんか美味しいですみたいな、
私結構好きですって言ってたのは、それどっち？え、もうなんか噛めば噛むほどまずいな奥行きやろ。そうやね、そうだから最初は奥行きのあるまずみやね。分かんなかったね、その硬いが先行しすぎて。こんなん配るやつどう思った？ほんまに配るやんと思ったやな。え、だからなんかよっぽど味覚がおかしいんだお願いします。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 じゃあ企画がマンティキホミヤイコンビンゴという形で、じゃあすいません、ちょっとだけここでお待ちいただいてよろしいですか。はい。すいません。お願いします。はい。お願いします。おはよう。よし。どうぞ。どうぞ。見て。わ、チョコや。バレンタインの試作。早っ。作ったの。早っ。ちょっと食べてくれへん。いや、欲しいです。あ、ちょっと、全然そう。もう香りが今。ほんま？嘘ついてるやん。それは、それはちょっと間違えました。ちょっとさ、なんかちょっとグミっぽい感じのやつにチョコレートコーティングしてる。全然どっちでも食べてみて。俺どっちにしよう。いただきます、うん、こっちも、あ、両方やり口一緒。そう、やり口やり口というかあ、結構グミ強め。うん、うん、全然もう一個いってくれていいよ。こっちこっちちょっとまた違う。これお酒ですか？結構、うん、ちょっと大人な感じ。うん、僕も甘いのが好きなんで、うん、どうなんやろ。あ、甘い、もうちょっと甘い方がいい。はい、こういう味なんすかね。うんうんうん、俺が知らんだけかな、味を。あ、僕もっと甘いのがいいです。わかんないです、個人的な感想です、うん、こっちの方がいいな、うん、いや、そうですね、噛んでてもそうですね、うん、はっさかりますね。なんでどういう日本語？はっさかる、はっさかります。はっさかる、どういう初めて聞いた日本語。え、私でもいけそうかな、みんなに。いや、どうでしょう。え、んやばい。お湯は味なんですか？え、どういうこと？いや、その甘くないですね。甘く全くない。チョコ感がないです。いや、なんで分かってる、分かってるのに。え、もうはい。いや、これ全部開けてもいいです。いや、わ、うん、びっしょ。いや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 。まあまあ、いやいや、それ、まだね、試作品いろんな人に食べさせなあかんが。全然食べて。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。チョコやしね。洗って。ごめんな、めちゃ。貴重な意見でした。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。素直に行かせてください。全然ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ん？まずい。しますね。それは、まずみさん。で、マスミさんじゃないね。マスミさんじゃないね。え、ま、ドッキリや。いや。ん？ドッキリや。なんの？まあ、それマジよ。マスミさん。それなんやね。それ運も良くないね。運のよ、なあ、どこ行った？何？お母さん、これ、マスミさんが、うん、バレンタインの試食や、言って、うん、試食？あ、バレンタインの、うん、捕まえてるやん。これ、ちょっと食べてみて、うん、こっちそっちがココア パウダーじゃん。でも、こっち、うん、こっちからでも、うん、え、なんか
大悟出した後のガムこれ何これ何これ入ってるの。これをこれを男の人にあげるとか言ってた。いやほらなんか良くない声聞こえてひどいで。え何も言ってない。いやいやだってえ何いや何ほら見てみ俺ほらな何がよしえこれ何よしよしよし俺大丈夫やね俺ちゃんと言ってたもん。食べました。せっかく作ってんけど。そうでしょ。違います。何じゃ材料というか何ですか。じゃ何が。何これ。嘘だ。いやじゃ何だ。誰が食べた後のガムやねん。てってでー。ほら見てみ。分かってる。これ美味しくなかった。これ俺聞いてて。うん、このドッキリ、うん。そんなすぐ言う。これドッキリや、ドッキリやめちゃくちゃすぐにうわ、おかしい。あ、どこや。あ言うなよ、思ってもすぐ言っちゃった。で、大加戸巻き込んで、大加戸でもこれ急に呼ばれてまず食べ作ったからで、うんで食べてうんで食べてこれ何したのこれなりましたまず一番ヤバいコメント言ったら誰か食うた後のガム一番よく何もっとるか何食うた後のガムよりまずいでこれこれでもないやめっちゃ嫌やった。俺まずいの分かってて食ってるからそやねくそまずいし分かってて何個も勧められるそうですよ。これでまずいさ俺ほんまに勧めてくるんだ俺が連れてこられて真澄さん急に入ってきて俺にいや誰がガムやねんてってドッキリ大成功ってさ、うん、どこまでが台本と思って俺ありなんていう俺が次の台本やったんこれいやもうすぐドッキリっていうなんて残念ですわ。これはほんまにそうやわ。嫌な芸人締め嫌な芸人嫌な芸人これはよくないお前知ってた言えよだからそれを言うわけないなんで言うわ言うわけないやん言ったら それなりのこうあとかさせっかくさ先輩が作ったって言ってんねんからさ、はいちょっと褒めて欲しかったな